これお茶置いてるけど、お茶こぼさないしないからな。これ可愛いけど、お金買いによかった。
までいいかな。Thank you.
ほら、あの延長コードを逃して、こっちのピアノのホールに。iPhone がさ、東京に来ました。ね、来たよね。じゃあほら今度儲けて新しいいい楽器を買いましょう。光あがたさん、1943年、東京生まれ。84年ウォッフ探検隊が第90回芥川賞候補に。でこの方は結構前亡くなっている女の方、ちょっと書き出しだけ見ると思う。太郎、君は白いスニーカーの紐をきりりと結ぶと、私の方を振り返って言った。それ以上言ってくるよ。言ってらっしゃい。気をつけて。まあ、普通の文章ですもんね。84年だけど、まあ、あの、これどういうあれなのかっていう。まあ、戦後の高度成長を燃えて、80年代だからね。で、バブル。まあ、言ってるのは、少しその消費社会、市民社会。くらいの、まあ、あの淡々とした日常を描いた小説、ウォッフ探検隊。お母さんで子供がいて、ね、やっぱりあの、まあ、内容もだけど、まあ、文章とかにも注目するわけだけど、まあ、普通の文章ですこれね。福武文庫の、まあ、当時 あの福武書店開園っていう雑誌を出してたけど、当時の、まあ、同時代のとか現代の、まあ、日本の小説のシリーズ。大体こういうので、あの、文庫本で一冊にほら、中編が二つ入っているっていうスタイルが、まあ、島田雅彦の初期とかもずっとそうですよね、まあね。長いものは、でも長いものもなかったと思うけどな。大体その福武文庫で一冊で、まあ、あの、中編二つ入っているっていう。で次ですけど、まあ、野田秀樹、戯曲集、少年狩り。少年狩り、末はあやめも知れぬ闇。殴り書き。僕のように博識なものがと信じてはもらえまいが、殴り書きというのは、本当に他人を殴りながら書く作家のことだと思っていた頃があって。きっと三島由紀夫あたりのことだと固く信じていたら、あの人は殴り書きを決してしないとだと聞かされて、何が何だか分からずに源さんに至っている。というあるんだけど、野良秀樹じゃなくて、これはあの寺山修司がですね、全く同じこと書いたんだけど。ということで、これをその引用というかパクリということですからね、野良秀樹は。同じ人は演劇に出てらしまね。寺山修司が何かのエッセージで同じこと言ってたんですよ。まあ、そういうジョークというか、つまり殴り書きって殴りながら書く作家のことだと思っていて、三島由紀夫のことだという、そういった、まあ、あの冗談を思っていたと。そういうの、寺山修司がね、どっかで全く同じこと書いたのね。野良秀樹も書いてるか、それはね、もう、パクリなんじゃないかっていう、真似っていうかね。で、それに、その戯曲少年が見ますとね、まあ、登場人物いきなりですね、西田喜太郎、サンテグジュベリーとか、森永親王とか、もう、なんなんだっていうね。舞台に三倉熱報半減の押し入れっていう押し入れが開く。少年たちの白い背中が見える。お客様と面と向かっているのはただの一人、西田喜太郎少年であります。西田喜太郎、夜に住む海賊はごそごそとまさぐった押し入れのそのまた隅にひっそりと閉まってある、つややかな鏡を表から決まっていても現れる。と、夜空にテールランプ、愛機マーメイド二世号に乗った彼こそサンテグジュベリー。三、その白い背中に乾杯、少年たち乾杯。どうのこうの。これ、あと、野田秀樹はあれですか、まあ、当時の、まあ、その後解散したと思うけど、あれかな、夢の遊民者という。そういった劇団。これも多分、発表実況80年代かな、これ、なんだよ、これ。これ何年だろうかね、この。
戯曲ね。だこういうのもですね、まあ、濃厚にまあね、まあ、80年代的な気分というものをですね、ですね、醸し出していいんじゃないかということなんですけどね。これはね、だから、荘園が何年かって書いてないけれども、これ見ますとね、この本自体、角川文庫のこの本はね、昭和57年9月10日、初版発行ってこと、昭和57年ってことは、なんだよ。1982年か出たのね。それと、ま、その前後に荘園の時に見てもいいだろうから、そうするとね、やっぱりその80年代的な、というのは、一方で、この東亜さんのようにですね、まあ、その家庭というか、ホームがあって、そこの中の日常を淡々と描いてるみたいな、そういったね、傾向のものもあれば、その野良兵器の戯曲のようにですね、まあ、ちょっとファンタスティックな、だけど、ま、その60年代の実験劇のように、まあ、手山とか、カラジュードとかないかみたいにですね、ものすごく深刻というか、まあ、気持ちが悪いグロテスクな世界でもないっていう、そういうのがあったのが、まあ、80年代的なんじゃないかっていう。で、これがそのさっきのほら、手山修司。なんで、もう行かないのかい？涼しい、涼しい。してる、うん、手山修司幸福論下町、裏町人生版町箱の中のロビンソン・クルーソー幸福という言葉を口にするのは何か気恥ずかしいものがある。それは少年前期の少年少女の用語であって、人生が始まってしまってからもや口にする気分ではないと思われてきたがある。だがトーマス・マンの、政治を軽蔑するものは軽蔑に値する政治しか持つことができないというアフォリズムは幸福の場合にも当てはまる。幸福の相場を下落させているのは幸福自身でなく、むしろ幸福という言葉を軽蔑して私たち自身に行わないのである。まあ、寺山修司のですね、名調子だけどいけないですね。アランの幸福論のクソくらいっていう、まあ、いかにも寺山修司らしい、まあ、そういった、まあ、言い方。でも、彼は書いてる、彼は何だっけ、ネフローゼか、腎臓病と、その時にね、暇な時間に、シュペングラーとかヘンリー・ミラーと夢の教室とか E.H. カーとかを読んでいた。だけど、健康回復者からは読書することがすごかったんだということだもんな。あなたが最も多く読書したのはいつ頃だったと思いますか？それは軍隊時代でした。それは刑務所時代でした。それは病院時代でした。それは学生時代でした。つまり読書は、人生を何かによって閉ざされている時の代償体験か、あるいは、しばらく人生が降りている時の楽しみだったのである。そこには、考えるために生活の余白はたっぷりある。しかしその余白は行動を停止することで生まれたものであって、その事態として思想的体験のビッグビッグはなかった。まあ、こういうのはね、まあ、寺山修司というのは、アジテーションなんだけども、こういうのはね、読んで面白いんだな。まあ、寺山修司の口癖というのは、時速100キロの勢いで読み飛ばしていくという、これは口癖だな。よく、こういう形容詞というのはですね。よくですね、冗談1というのがありますなんかね、まあね、10代は権力家になると人は知らないデブになっていくと考えてきた。しかし逆なんだと、デブが権力家になるのだと。まあ、だけど、まあ、あれだな、まあな、結構、彼が読んでるようなものってのは、僕が読んでるものとあまり変わらないですね。ヘンリー・ミラーとか、まあ、シュペングラーは僕は読んでないんだけど、別にね。
まあだからまあなんだ、軽薄なサブカルとかなんかポストモダンとか以前に、まあ60年代70年代にも手紙修士とかもいたっていう、ね、それはだからまあ軽薄ではさ軽薄だろうけど、そんなこと言ってもしょうがないんじゃないかとね。そうですね、やっぱりなかなかですね、うん、こういうまあ時代的な刻印があるものですね。まあね、あのまあしばらく時間が経ってから読み返すと、まあそれは面白いもんな、面白いっていうか、まあこういうものが書かれて、まあ多くの人に送られていたというのはどういうあれだったんだろうというふうに思いますかね。だからこれはですね、その後あまり作品ないと思うんですけど、まあレビュー作、これはそこそこ少し話題になったっていう、荒井千尋さんっていう人の復活さんよりもリクイエクっていうね。これはあの、1987年に復活さんよりもリクイエクで、これこの人もともとコピーライターだな。で当時のコピーライター的な人がその小説とかなんか進出っていうのは伊藤重作とかあったわけだけども、そして、ね、こういう、まあ、いわゆるポストモダンとかニューヨーク小説なんですけどでもね、なんだけどね、この人はねこの後なんかあんまりその後先になかったような気がするけどもね。そういえば高橋源一郎とかの違いで、その高橋源一郎はですね、現在に至るまで生き残っているわけだけども、この荒井さんはあんまりその後知らないっていう。で、この解説書いてるのは、荻野杏奈さんっていう人だけど、で、彼女も、やっぱり今もね、作家やってますよね、荻野さん。あ、彼女の先僕あまり読んだことないんだけどさ。まあ、女性なんだけど、まあ、あの、親父ギャグが好きな。で、まあ、あの、ポストモダン的っていうか、まあね、あの、どう言えばいいんですか、まあね、そういう設定はいっぱいあるわけだけれどもですね、うん、でもなんかね、今読むとどうなんだろうかね、これね、これ87年ですよ。で、まあこの一部72ページ少しだけ見ますけれどもね、まだ私が学生だった頃、ある広告プロダクションのディレクターが自殺したことがある。彼はその当時広告の賞という賞が獲得し尽くしている才能豊かな人間だった。その死は新聞にも大きく報道されたし、彼の業績を忍んで作品集も発刊されている。彼はハッピーでもないのにハッピーな広告は作れないと言って自らの命を絶った。私のようないい加減な人間に言わせれば、ハッピーでないからこそハッピーな広告が作れそうな気もするのだが、彼が悩んでいた世界はおそらく私の思惑なんかからは、格子ロケット1万年も飛んだ向こうにあったのだろう。でこうやって見てるけれども、なんかね、だからポストモダン的にはあるんだけれども、まあ、言語実験的なものはほとんどない、ないっていうか、まあ、割合適当に書いてるのかな。その辺はだから、まあ、あの、高橋源一のさよならギャングという人なんかとは違うんじゃないかみたいな気がしますね。だこう設定的には、あの、なんだ、高橋源一のですね、まあ、ジョン・レノン対火星人とかに近いわけだけどね。近いけど、まあ、全然違う言語世界で作品世界だよね。読まれましたか、そのジョン・レノン対火星人とか、あとは何だ、じゃなかったっけ、虹の彼方やオーバー・ザ・レインボー、そういう初期作品のどれかね。やっぱりどれか、でもその中でやっぱりサヨナラギャングとして一番素晴らしかったんだろうな。今でも人気が高いっていう。だつまりそれはまあ現代史なのか小説なのかもちょっと分からないっていう、そういう世界。で、その昔はあの知り合いの知り合いがやった、あの、二松学舎大学の、で、その、日本文学を教えているその先生が、その彼は真面目な研究者なんだけどね。近代文学の。真面目な人なんだけども。なんかのゼミかな、学生たちの自主読書会がないから、その高橋源一郎のですね、サヨナラギャングたちをの分析っていう、そういうテーマにしたんだって。したんだけど、まあ、大変だったり、難しかったっていう。
まあ、そもそもその筋が通るよ、だから単にあの読んで何とか抽象的だっていうふうに思うことはできるわけだけど、分析したい論を立てるためにですね、そのもうすぐ言語実験のあれをですね、読み解いて整理するのがもうすぐ大変だったって話をね、してたけども、その先生が。まあ、それは確かにそういうものだったと思うんですよね、私は。の高橋源一郎氏の小説僕あんまり読んでないけれども、少しはね、分かりやすくなったような気もするんだけど。大体ほら、人間ほら、デビュー作とか代表作がまあ一番難しいです。その後優しくなるってよくあるパターンだからね。まあ、ドゥーズもそうだけど。まだいかないのかい？まさにね、適当な意見で、ね、まあ別にそういう小説だけは全てじゃないんだけども、まあ、そういうの私ないのは、まあ、80年代論みたいなね、まあ、あとこの人も今小説作家としてやってるのか知らないんだけども、原田宗さん住める男、原田宗の家さんね、これはね92年1989年に刊行されても大幅改修ということだね。ちょっとね、冒頭だけ見ると、僕の肉体の異常は告白しない限り誰にも気づかれない種類のものだ。肉体というべきか器官というべきかよくわからないけれども、いずれにしても普通の人間とは違うのだから、異常であることは確かだ。簡単に説明すると、僕は鼻が利かないのだ。何の匂いも感じない。嗅覚ゼロ。という意味では、まあ、住めるという、匂いを嗅ぐという住める。ね、というような、ちょっとこういう感じのなんだっけ。
あ、青のソウルさんにも何かあった気がするんだけど、まあこういう感じの、まあ、文章的には普通だと思うんだけど、とかね、すいません、簡単にあれするだけで。あとはですね、まあ当然まだ存命だしですね、活躍してると思うんだけども、ほら椎名誠さんとか、まあ特にさ、最初の方のこれとかだけど、まああの割合すごくね、叙情的ないい短編が多かったみたいなのは、例えばこの蚊っていうものとかね、蚊という、うん、でこういう文章的にはだからまあいわゆる何昭和お面白体とか入ったっけ、面白体とかなんか、こういうスタイルはね、だからと、まあ、例えばその筒井康隆と比べてもらうとかね、またその海を見に行くというなんか叙情的な感じの短編とかあります、ね、でこれはね、昭和62年っていうことは1985、87年発行。椎名さんは海の執筆者で本の雑誌と並んだ歌詞、本の雑誌の編集長。これは土星を見る人。この表題作の書き出し、土星をね、ずっと18年間も観測し続けている人っていうのはどうだよと、米安から電話があって、水島次郎は躊躇なく、うん、それはいい、それはいいじゃないかと言った。これ平成元年の人です。平成元年って何年なんだ、これな。で、夢枕バッグがですね、解説を書いてるけれども、平成4年ぐらい。この短編の中に収められている作品を私小説、小説読んでいいのかどうか僕には分からないのだが、小説そうとそのように読んでも構わない作品はいくつかあるのではないか。っていうね、だからまあ。こういうのは難しい理論とかですね、歴史学論とかね、そういうこととは関係がなかった古き良き時代っていう感じな、まあ、あとはね、大原麻里子さんとかですね、金色のミルクと白い時計、あ、どうしよう、これ昭和61年なんかな、未来師たち、これ何なんだ、1983年、デビュー作は、銀河ネットワークで歌を歌ったクジラ、スバル星人、これは昭和63年ね、これはね、これは懐かしいですよ、なんとかあのカバーとかこの撮影ではですね、岡崎京子は書いてるんだけど、岡崎京子はその頃は事故に遭ってしまったっていうんですね、皆さん知っているようにですね、こういう大原麻里子今もね、活躍してるけれども、ほら、ね、最近もですね。だけど、その岡崎京子とかすごく懐かしいでしょ。やはり。ね、こういうタッチの、誰かなと思って。桜朝エリカかと思った岡崎京子だったんだけど。ほら、今日、僕今、一応今読み売りだから朝日じゃないんだけど、今朝の朝日に乗っていたらしいんだけどさ、橋本治がちょっと寄稿してたらしいけど、その橋本治とかですね。これは86年ですね。1986年。今放送してんの？してるよ。リスナーいるの？いるいるいる。何時に行くかね。もう行けるんですか？うん、行ける。
これはセーターソードを天末期というので、あのとかあるとはね、最初の方にですね、あの有吉沢子さんに関する文章が2つあるんですよね。有吉沢子さんがこの時にね、病死したということらしくてですね。有吉沢子、いや昔だよこれ、最近なのは。何年かな、あ、そう、うちに一つだったっけな、これ84年に死んだみたいなね。うん、有吉沢子さんが死んだ時はショックだった。彼女が死んだというそのことよりもその死の報道のされ方はショックだった。突然病死したのに対して、え、まさかそういえばとか、最近目立った気候という表現は何だろうと思った。死んだその日の新聞記事というのは代わりに随分なものだった。尊敬、追悼、尊敬というものよりも揶揄があった。そういう人間的な死亡記事というものを僕はそれまで見たことがなかったものだから何だろうと思った。自殺ならともかく自然死でこの書かれようはと、率直に言って嫌われていたんだなということだった。書く方はどこかに奥歯に物の挟まったような書き方をしていたけれども、すなわちボロを出さないようにしていたけれども、読む方は簡単にわかる。ああ、死亡記事でさえ奥歯に物の挟まったような言い方しかできない人なんだなと。偉い人らしいけれども問題が多い人なんだなと。なろうことならはっきりと悪口を言いたいとその日の新聞言っているものだった。やっぱりそうかと思って僕はそれはショックだった。僕が初めて有吉さんになったのは今年1984年の5月21日だった。あの文章を読んで私の母は泣きましたよと。ありがとう、本当にありがとう。僕、あの文章を読んで私の母が泣きましたよと。僕は耳を疑って本当ですかと言った。彼女は黙ってうなずいた。そしてこう言った。私と親子はもう一度から馬鹿にされて馬鹿にされて、彼女が泣いても不思議なかった。笑っていいとも気候事件の真相。有吉さんが怖い人だったということはよく言われる。なるほど、みんな怖がっていったんだなと、僕は有吉さんが死んでからそう思ったんだけれども、しかし有吉さんは怖い人だと決めつける前に、有吉さんは怖がる人間の側のことだって少し考えてほしい。少なくとも有吉さんは筋の通ったことしか言わなかったんだから。それは有吉さんはストーカーしいし、思い込みの強いところもある。勝手に決めつけて逆上したように一方的に怒鳴りつけてくることだってある。剣幕に圧倒されることだってあるけど、でも有吉さんはそれは違いますと言えばちゃんと分かる人だった。いかに偉い人か知らないけど、それを雷に上げて敬遠して、私をここから下ろしてよという有吉さんの叫び声を一方的にやり過ごすのはあまりじゃないかとは思う。有吉さんは異常なまでの頑張り屋だったが、そういう意味では臆病にならざるを得ないその立場というのは分からなかったというところもある。有吉さんは、お母さんが有吉さん、少しは引かなくっちゃダメですよ。せめてばかり言ったら、通るもあって通らなくなりましょうと僕は言ったことがある。そういった有吉さんは、私ももうそういう年になったのかなと寂しそうだった。有吉さんはね、寂しそうだったけれどもしょうがない。それは本当のことだから。せめて、攻めすぎて、この人は何人たちも逃げてしまったなと思ったこともあるから。林君、林君、有吉沢子さんがさ、50年ぐらい前な、お母さんが大阪でソロピアノ弾いてたら、クラブ日本のそこにショーで入ったんや。うん、そのちょっと前に丸山明宏も入ったけどな、あの、シャンソンみたいにしたん。ピアニスト連れて、でお母さん伴奏してないんやけど、すごく威張ってんの。ちらーっと人を見下ろしてな。おはようございます。でも、よろしくお願いします。もないや。ものすごい、ものすごい態度。彼女の代表作は、花岡清秀の妻。ね。威張ってるな。二度もだったけど、丸山明宏もそう今案内してる。案内して活動してるけど、あれも随分威張ってる。それからセーター騒動天末期、ね、分かりました。じゃあ行きましょう か、うん、だかこういうの面白いのが昔の頃あのね、あのもの昔っていうか80年代だけどね、唐十郎の自伝小説下町下谷万年町物語、これは何年かというと昭和56年ってことは1981年これも面白い。ジェームズ・ジョイス読んだ猫、高橋源一郎の。
短編集。これは1987年に刊行されたもの、エッセイ集。今のように、まああのまあ、説教臭くなる前の高橋源一郎ですね。僕は昔の方が好きだったんだよね。どうもその最近の高橋源一郎というのは、まあ、説教臭くできないね。いきますか。はいはい。何？ What's new?